ペールは、ドイツ連邦共和国バイエルン州、オーバーバイエルン行政管区のバイルハイムショーンガウ、軍に属す、町村。ペールは、オーバーラント地方に位置する。この町は、公式には十二の地区からなる。このうち小集落や、孤立農場などを除く集落を以下に列記する。ペールは達城三世の時代に創設された。この町は三つの城感を持つ重要な領主。 所在地として発展した。現在、このうち二つの上官が残されている。ペール城はアンディクス修道院の所有であった。フィーレック博はここにホーフマルクトを有していた。ペールはバイエルン選定校のミュンヘン会計局、バイルハイム地方裁判所に属した。2011年6月26日からベルナー・グリュンバウアーが町長,長を務めている。 1978年に成立したペールライ行政共同体は2007年1月1日に解消された。ペール上最大のスポーツクラブは TSV ペールである。約600人の会員が主にサッカー、テニス、アイストックスコアソン、卓球を楽しんでいる。他にジュニア陸上、フィギュアスキーといった競技もある。フィッシュエン地区には小さなサッカークラブがある。 このクラブは2006年4月に創設された。ペール城の近くに1987年に設立された18ホールの放園ペールゴルフクラブ EV がある。ありがとうございます。